月2日商工館ホールにおいて476名の体育指導委員を委嘱する任命式が行われました。この委員を中心にして県民の生活に直結した体育スポーツの振興が図られ、その活躍が大いに期待されます。このほど東京上野松坂屋で愛知県の物産と観光展が開かれました。風光明媚な観光地の紹介と郷土色豊かな県下の優秀生産品も数多く陳列され、特に名古屋名物きしめんの実演など人気を集めました。また製品の即売も行われ、なかなかの好評でした。香る11月3日文化の日恒例の県表彰式が行われました。地方自治に貢献した高田町の本田番吉氏と刈谷市の大野一蔵氏、繊維機械の改良生産に努めた野崎誠一氏、綿織物の品質改良と生産に貢献した川崎音蔵氏、繊維商工業の発展に寄与した豊島半七氏、倉庫施設と貿易の発展に貢献した白石勝彦氏、看護婦養成と学校保健に尽くした前川仁氏、医薬品と薬学校創設に寄与した宮田千里氏、臨床医学の権威者として医学の進歩に尽くした宇佐美健一氏と菊川中氏、60年の長きにわたり農業技術の研究に従事し、米麦甘蔗の栽培技術及び新種の改良に努めた丸山豊作氏、養鶏愛知の中心となってフラン技術の改良に努め、その国際的な地方を確立した服部悦太郎氏、優雅な気品と鋭い時代感覚を持った独自の投法を持って次々と新作を発表した工芸界の川村喜太郎氏、特に優秀な消防団として知多郡東浦町及び碧南市の両消防団など13名2団体の功績が称えられました。また同じ日、県教育委員会の教育賞章が行われ、功労者6名と優良3団体が表彰されました。